先にある的は目を細めてみてもはっきりと確認することは困難です。70メートル先からここって見えてないじゃないですか。この10、9、8とかなんとなくの色と。そうですね、はい。それでここ射抜いてるわけじゃないですか。はい。だいたい言われてるのは2ミリぐらいずれると数十センチずれるって言われてるんで。あ、打つ時の、あそこの手前2ミリがずれると数十センチなんで、こっからこの辺ぐらいまでずれて。2ミリでこっからここまでずれるんですか。はい。ちょっと考えられません。逆にこれぐらい当てないとオリンピック勝たせてもらえないんで、まだまだ精進しないとってところですね。今回のそれゆけみまチャンネルは、アーチェリー日本代表でパリオリンピックに出場した岡山市出身の中西純也選手を紹介します。そのやっぱ選手のここ一番の集中力だったりとか、そのピリついた空気感っていうのは全然違いましたし。的までの距離は70メートル。目視でも中心部分が確認できない的に向かってどのようにして矢を放つのでしょうか。止めとくことが不可能なんで、やっぱり腕を伸ばしてこうやって引っ張ってる以上、ずっとあの黄色の中をこのドットが浮遊している状態。はい。緑のとこですか。はい、この緑の緑の先が、はい、ずっと引っ張ってくると先端でカチッってなるので、この鳴った瞬間に打つことで引いてる長さを揃えてっていう。鳴った瞬間に打つんですか。鳴った瞬間に打ちます。持ってみますか、これ。はい、はい、離しますよ。はい。うわ、重た。思ったより重たい。はい。で、腕を伸ばして顎の下まで引っ張ってくる感じです。どこまで引っ張ったらいいですか。どこまで。顎の下です、一応。見た目以上にすごい力いりますね。そうですね。中西さん普通にこうもう自然にいってますけど、いかなかったですもんね今。やっぱ体の使い方慣れてないときついと思います。僕もこうやって真正面向いて手だけで引っ張ってくるとしんどいので。中西選手は小学5年生の時アーチェリーに出会うと、中学2年生で出場した全国大会で優勝、大学時代には全日本選手権で優勝、そして卒業後は地元岡山にある CR 物流に入社。現在は母校岡山理科大学附属高校を練習拠点としています。そして先月自身初のオリンピックの舞台に立ちました。やっぱりあの舞台っていうのは書かないとわからない、知らない世界だったので、本当に選手のまた違った緊張感であったりとか、応援もその競技を知らない人も応援席に入っているような状態でやる試合っていうのはなかなかないので、本当に違った感覚、知らない世界で楽しかったなと思います。中西選手は美作市にもゆかりのある選手です。今年2月には自衛隊体育学校や実業団の選手とともにアーチェリーの合宿で美作市を訪れました。このタイミングってやっぱ気温も低い中で競技やるので、本当に見てても動かないスポーツなんで、ここで関節の負傷であったりとかっていうのが起きやすいスポーツなんですけど、その点しっかり体育館で綺麗なところで練習もできますし、でまた宿もすぐ帰ったらすぐ近くに温泉があってっていう状態で、でリカバリがしやすい環境ではあるので、で調整っていう点では本当に伸び伸びとやりやすくさせてもらってます。マイナー競技のアーチェリーであるがゆえ、県内でも練習環境が整っているところは限られます。まず弓を使うので危険っていうところでまず制限がありますし、やれる環境をなんとかメダルでも掴んで整備ができたらなと思うんですけど。初めてのオリンピックで感じた手応えを糧に、次の目標は定まっています。中西さん、今後の抱負を聞かせてもらえますか。はい、もちろん取り逃したメダルがあるので、ロスでしっかりと取れるように、はい、ここからも精進していきたいと思います。